おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。今日のお弁当です。今日はね、中華風照り焼きチキンにしました。まずね、このね、新玉ねぎはおかかポン酢にします。そしてウインナーに切り込みを入れます。鶏もも肉はね、余計なこの脂身、ブヨブヨした脂身をね、取っていくよ。あとピロピロ出た筋とかもね、取っていきます。でね、このままじゃ大きかったから半分に切りましたそして両面に片栗粉をまぶします。後からのタレの絡みも良くなるからね。そしてこれはカニカマはね、適当に切って包丁の腹でね、ペペッほぐします。そっちの方がね、よりカニ感が出てね、美味しく感じるで、卵焼きの準備です。今日はね、言葉が出てこない思い出した、カニ玉風の卵焼きです。でざっくり混ぜて、カニカマをドーンと入れて、グリーンピースは適当にペッて入れます。そしたらね、調味料を合わせておきます。これね、中華風照り焼きチキンつってもコチュジャンを入れただけの話なんだけどね分量はこれです。でコチュジャンをさ、入れるとコクが出て、こうなんていうな、がっつり美味しくなるよね。フライパンにね、ごま油を熱します。そして卵焼きから焼きます。カニ玉風だからね、もう卵焼きの中にもごま油入ってるんだけど、焼くのもごま油でしたらより美味しくなるよでね、今日は丸いフライパンを使ったから、端っこを折りたたんで、これでね、巻いていきますよ。カレンダーの上では明日からゴールデンウィークなのかな。どうなんだ。カレンダーをね、まだ見てないの。そして夫がね、何日から休みに入るのかすら聞いてない。ゴールデンウィークのことをすっかり忘れてました。もうね、いつもボケーっとして過ごしてるからね、何もかもすぐ忘れちゃうの。困っちゃうよ。そう、すぐね、忘れちゃうの。ほんと嫌になるよね。で、これが最後の卵液。そしてね、八百屋に行かないとね、野菜がほぼほぼなくなったんだけど、とにかく出たくないです気が向いたら行こうかなって感じ。まあ、冷凍野菜がね、あるからなんとかなりそうな気もするどうやって出らん料理かって考え方です。本当に出たくないよね。もともとほら、出不精だからさ。で、これもね、フライパンにごま油を熱して、鶏もも肉は皮の面からね、焼いていくよ。だいたいね、弱火よりの中火で3分ずつ焼きます。
で裏返して、あらいい焼き色そしたらね、今度は蓋をして3分蒸し焼きにします。そしてこの余分な油を拭き取って、合わせ調味料をザバッと入れます。そしたらね、このタレをしっかり絡めます。こうかけてあげたりしながらねで、いい感じ、ほら、もう照りもついて出来上がりです。珍しくまな板の上で切ってますよ熱くてね、切りにくいのね。もうだからね、途中で諦めたで、詰めていきます。ご飯の上に照り焼きチキンをドカンと乗っけて、タレもかけちゃいます。この味が染みたご飯が美味しいからね。で、卵焼きを詰めて、ウインナーをね、ポーンって。そしたらね、カップを入れて、ここにね、新玉のおかかポン酢をね、詰めます。さっぱり美味しいよね、新玉ねぎがね。このおかか、私なんつった?おかかポン酢って言ったよね。おかかとポン酢で食べるのが一番好き。で、ミニトマトを乗っけて、彩りにブブあられをペペッとかけて、今日のお弁当の出来上がりです。今日はね、こんな感じのお弁当でした。最後まで見てくださりありがとうございます。チャンネル登録してもらえると嬉しいです。で、インスタもやってるので概要欄にリンク貼っておきます。よかったらそちらの方もフォローしてもらえるとなお嬉しいです。以上です。ではでは、良い一日を。